大真名古山は、日光国立公園内、栃木県日光市にある山。標高2376メートル。山東三角点、大真名古山が設置されている。日光連山を代表する一峰で、南台山と小真名古山の間に位置する。関東地方南部地域からも、南台山と日本山の間にその山陽がよく、望まれる。第四期の溶岩に延長級で、 形成時期は47万年前。安山岩、デイサイトからなる。女宝山から南西を望む。左から、南大山、大間名古山、小間名古山。右奥に、日光白根山。女宝山、南大山、大間名古山、小間名古山太郎山、中禅寺湖日光白根山、三竹仙国が、現日光連山の地形図と大間名古山の、 一名称の付けてある山はすべて火山南帯山と、女宝山という両親を持つ愛子であり、北隣の小学山は弟分にあたる。公文書では、大学山と濁らない読み方で記載されているが、一般には、大学山とも呼ばれる。また、小学山とタイで呼ぶ際は、大学、小学と濁らないようである。山頂には、大学山神社の祠があり、ご神体として、 アジシコを彦根命が祀られている。社格は日光二ら山の神社の拙者である。日光連山重層路が整備されている。大学山周辺の重層路上には、静峠や千鳥返しといった日光連山重層路の要衝がある。富士見峠から小学山を経由して山頂に至る重層ルートと静小屋から南斜面を登るコースが一般的である。 静小屋からの所要時間はおよそ2時間30分。AB、ひょうた金を改定する、山岳一覧資料1、国土地理院、http://www.gsi.go.jp/.com/.00091072.pdf2014 年3月26日閲覧。AB 出展東北日本。 日光火山群の地質及び岩石学、佐々木実、のる、2016年4月閲覧、環境庁日光国立公園指定所、平成9年9月18日国土交通省、関東地方整備局日光砂防事務所、日光を知るハット GNSS 測量等の点検、補正調査による2014年4月1日の国土、地理院、日本の山岳標高一覧マイナス1003山、における、 海底地。なお、急半での標高は2375メートル。ありがとうございます。